世田谷インフォメーション。今回は一つ目。熱中症にご注意ください。二つ目。世田谷区内全域の道路公園は禁煙です。 三つ目「心スペースのご案内」四つ目「グリーンインフラを始めてみませんか」です「熱中症に気をつけましょう」昨年令和5年度に残念ながら世田谷区内でも 熱中症で亡くなった方がいました亡くなった方全員が65歳以上の高齢者でしたまた屋内で亡くなった方のうちおよそ7割の方が自宅にエアコンがありながら使用していなかったことが分かっています 熱中症は激しい運動や暑い日における長時間の作業時だけでなく室内や就寝中でも熱中症になることがあります暑い日にはためらわずに夜間でも冷房を積極的に使いましょう熱中症予防のポイントは熱を吸収する 黒色系の衣服は避けゆとりのある服装にする日陰を選び日傘や帽子を使うなど暑さを避ける体調に合わせて我慢せずにエアコンや扇風機を使い温度調節をする。 喉が渇かなくてもこまめに水分や塩分を補給する少しでも具合が悪いと感じたら早めの対処をする熱中症警戒アラート発表日は外出を避けるですまた令和6年度より 従来の熱中症警戒アラートのさらに一段上の熱中症特別警戒アラートが新設されました熱中症特別警戒アラートが発表された日は過去に例のない危険な暑さとなり健康に関わる重大な被害が生じる恐れがあります 今までの普段心がけている熱中症予防行動と同様の対応では不十分な可能性があり危険な暑さから自分と自分の周りの人の命を守るために一層の熱中症対策が必要となります今一度 熱中症予防行動を徹底して、暑い夏を元気に過ごしましょうお問い合わせは「世田谷保健所健康企画課」「電話54322472番」「ファクシミリ」 番までどうぞ世田谷区内全域の道路公園は禁煙です区では 屋外の公共の場所などでの環境美化の促進や迷惑防止のため、世田谷区タバコルールを定めました。世田谷区タバコルールの実施にあたり、巡回による啓発、指導の強化や、電柱看板などの設置、区民や事業者と連携した キャンンペーンの実施などに取り組んでいますまた指定喫煙場所整備指針に基づき区では喫煙場所の整備を進めるとともに要件を満たす民間の喫煙場所を指定喫煙場所に指定しています。 路上喫煙や歩きたばこなどに関するご相談は、世田谷区受動喫煙相談コールセンターへご連絡ください。電話番号は54322928です。受付時間は平日の午前8時30分から 正午までと午後1時から5時15分までです世田谷区タバコルールについて詳しくは区のホームページをご覧くださいお問い合わせは環境保全課電話6432 七一三七番。ファクシミリ。六四三二。七九八一番まで、どうぞ。心スペースのご案内です。 心スペースは39歳以下の思春期、青年期の方とそのご家族、関係機関の方の相談の場です。ちょっとしたことでも大丈夫です。専門のスタッフが丁寧にお話をお聞きします。心スペースの開催場所は 世田谷区立保健センター2階にある、心と体の保健室、ポルタです。参加費は無料で、事前の申し込みも不要です。匿名でも大丈夫ですので、お気軽にご相談ください。心スペースの開催状況など詳しくは、 区のホームページでご確認ください。お問い合わせは、世田谷保健所健康推進課。電話、54322947番。ファクシミリ、5 4 3 2 三一零二番までどうぞ。グリーンインフラを始めてみませんか。グリーンインフラとは。自然が持つ。さまざまな機能を目的に応じて。 積極的かつ有効に活用することで安全で快適な都市の環境を守り町の魅力を高める社会基盤や考え方のことを言います区では公共施設にグリーンインフラを取り入れた整備を進めています区内のおよそ7割は宅地であり グリーンインフラを進めていくためには、区民の皆さんにもご協力いただくことが重要となります。区民の皆さんが取り組めるグリーンインフラについては、令和6年3月に策定した、世田谷グリーンインフラガイドラインを参考にしてください。取り組みに対する さまざまな助成制度もご用意していますのでご活用ください今後も持続可能な社会の実現に向けグリーンインフラの取り組みを広げていきましょう詳しくは区のホームページをご覧くださいお問い合わせは豪雨対策 下水道整備課。電話、6432-7963番。ファクシミリ、6432-7993番までどうぞ。